皆さんこんにちは、ケニー木村でございます。ロンリーボイスセッションということでですね、いろんなお話をさせていただいておりますけれども、今日は立ち食いそばというテーマでございます。立ち食いそば基本大好きなんですね。あの駅にのホームにあるのが一番嬉しいですね。もちろん駅そばっていう言い方されてますけども、その改札を出て、駅の構内の中にある立ち食いそば屋さん、これももちろん好きです。じゃあ駅以外のところにある立ち食いそば屋さんはどうかっていうと、好きです。まあ結局立ち食いそばが好きなんですけれども、地方に行けば行くほどその駅のホームですね、ホームの中にあるお蕎麦屋さんっていうの割合が増えてくるように思います。まあおそらくですけど、その駅のホームに人のがどれだけ多いか少ないかっていうことによって、その蕎麦屋さんが、あっていいのか邪魔なのかっていうことになるんだと思うんですけども、東京はほぼほぼどんどん駅の中にあるホーム、違うわ、ホームの中にある蕎麦屋さんっていうのが、なくなってきましたよね。パッと思いつくところで言うと、品川駅の山手線、京浜東北にもあるかな、京浜東北と山手線はあれか、あの上下線で違うホームか、まあとにかくありますよね。時間があったらあえて降りて、品川で降りて食べてまた乗るみたいなこともしたりしてます。あとはですね、新橋駅の改札を出たところに、ある蕎麦屋さんが好きだったんですけど、これもうなくなってしまいました。新橋駅だいぶこう綺麗になったというか、整備されちゃって、蕎麦屋さん追い出されちゃったのかな。あれは残念だったな。それからもう一個残念なのがね、有楽町にあった蕎麦屋さんなんだけど、有名なのは焼きそば屋さん、いや焼きそばっていうね、我々はそこ焼きそば屋さんっていうふうに呼んでましたけど、あれがなくなっちゃって、で五反田に移動したんですよ。で五反田に移動したんだけど、あれも最近通りかかったらラーメン屋さんに変わっちゃってたんで、あーってなんかこう焼きそば屋さんだったんだけど、あのそば屋さんどこ行っちゃっただろうなと思ってたりもしています。まあまあそんな風にですね、そばってのは、特に男の方はですね、時間がなくてもう、あもうこれしかねえやと思って、しょうがねえから食うっていう方もいらっしゃるでしょうし、あえて今日はそば食いたいからっていうところで行く方もいらっしゃると思います。まあそんなそばの話なんですけども、自分が住んでいるエリアの近くにですね、ないんですね。やっと見つけたのがですね、勝どきという大江戸線の前駅があるんですが、その駅の改札を降りて、ちょっと複雑なんですけど、階段を上ると地下1階があるわけですよ。で地下1階といっても吹き抜けになってるので外光が入ってくるんですが、そこに立ち食いそば屋さんがあるってことを2年くらい前かなに、見つけて、どうしても今日は立ち食いそばの気分だっていう時は、勝どきのその立ち食いそば屋さんに、行ってます。天ぷらそば、まあかき揚げですね、かき揚げの天ぷらそばが450円だったか80円だったかという、標準的なそのいわゆるかき揚げそばの価格からするとだいぶお安い感じがするの でしかもですね、味もすごくこうシンプルで美味しいんですよ。これは時々食べに行ってます。はい、今日はそばのお話でした。